セキララセッションプレゼントドバイローリングストーンジャパンボリューム4ということで、今回は児童精神科医の三木隆弘さんをお呼びしました。はい、よろしくお願いします。お願いします。三木さんを呼んだのが、こう僕めっちゃ漫画読むんですけど、リエゾンって漫画があって、それがこうそれこそ児童精神科医をこう題材とした漫画で、後書きみたいなとこに今日はこうそのリエゾンのなんか取材提供元というかのミキさんにお話を聞きましたみたいなのがあって、ミキさんって方がいるんだと思ってお呼びした次第で。なるほど、ありがとうございます。よろしくお願いします。線引きがすごい難しいじゃないですか。例えば会社に行ってる人でその診断書が欲しいってなった時とかって、すごいこうかなり難しいラインの話だと思うんですよ。で、僕も嫌味じゃなく、ずっとうちの母親から ADHD だって言われてて、ものをこう、なんだ、まあ、ある程度28歳なんで、はい、こうその傾向と付き合いながら生きてるんで、こう、あ、明日はこれがあるから荷物用意しとこうって思って、でこう前日に入念にチェックして全部こうやってやって、あ、 OKOK っつってかけといて、それをかけっぱで出てくるみたいなとか、まだにこう生きてて、まあ、ものすごい頻度でそれがあるんですけど、ただなんかこう逆にうちの母親がその ADHD、まあ、もしくは ADHD の傾向があるってことをに関して別に非難がされることはなかったというか、ミュージシャンのこの業界って多分割と多くて、なんかこうそういう傾向がある人とかもあったから、こうそんなにそこに対して自分に関してのネガティブがないというか、なんかむしろちょっと笑えるぐらいなこう感じではあるんですけど、ただこれがこう毎朝8時にこう出勤してっていうような仕事のをやってる人かとかだと、こう、なんかどうジャッジすればいいのかみたいなって、すげえむずいと思うんですよね。生活上の不具合が出てくると診断面やった方がいいよねみたいな話にはなるんで、まあだからそのやっぱりおっしゃったみたいに、何かで確定的に決まるものではないので、そうするとその、まあ、症候群的にというか、こういう症状があって、これがあって、これがあって、で困ってると、まあ、診断かなみたいな風になるんで、背景が結構人によってバラバラというか、で一番大事なのはやっぱその困ってるか困ってないかみたいな話になってくるので、確かに困ってるか困ってないかでいうと、俺の場合はこう忘れてもなんか、なんだろう、なんとかなったりするようなことがあることが多いというか、でもそれがなんか会社とかでこうしてたら、もう大事な書類を忘れたとかなると、こう取り返しつかないみたいなとかはあるだろうなみたいな。トータルで困るか困らないかみたいなところがあるので、自分でやれよって言われると、やっぱしんどい人は結構多いと思いますし、大人になるとさっきみたいにその自分で対策を打つじゃないですか。忘れたら困るからこういう準備しとこうっていう、それがまた抜けるみたいな、じゃあその向こう側の準備をしようみたいなのもやるけど、だそれでできる人はそれで生活を回すし、まあ、ダメな人は誰かに頼むとか、それができる仕事なのか環境なのかとかによるんですけど、一般の職業っていうのはなかなかそれが許してもらいにくいですよね、特に最近は。そうですね、あいつに渡しといたらあかんから、あ、この人預かっといてとかっていうのは昔だったらあったかもしれないですけど、ないって診断することもあるんですか？あります。これでもまたすごい難しくて、結局先ほど話したみたいに症候群って僕らの世界では言うんですけど、こういう原因があるからこの病気じゃなくて、こういう症状があるからこの病気っていう風になるの で、でその心理行動面の行動って、だから授業中うろうろしているっていうのが落ち着きがないって見なされれば、原因が何であったって一症状にカウントされるので、それが ADHD なのか勉強が分かんないのか、またまた何ていうか虐待されていてすっごいそわそわして落ち着かないからなのかっていうのは、もう一個深掘りして聞いていかないと分かんないんですけど、でも症状がすごく多彩な子は背景も多彩なことが多いんで、分かんないこともあるんです正直。なるほどね。こう、まあ、探りながら、だから本当に2年ぐらいずっと外来に来てて、え、そんな話やったのって出てきて、あ、じゃあやっぱりこっちかなとかあるんですよ。なるほど。そのじゃあ病院に行って本当になんか治すべきか、別に行かなくていいラインってどこにあるのか。まあでも線引きは本当難しいですよね。なんか、なんか僕の患者さんで昔面白い子がいて、幼稚園時ぐらいの子だったんですけど、もう保育園ですごいガチャガチャして収拾がつかないって言われて外来に来たんですけど、お母さんがポツッと言ったんですけど、この子去年まで父親の仕事でイタリアにいたんですと、そしたら子
この子おとなしくて心配だって言われたって言ってて、イタリアだとね、で、まあ、環境が違うから若干違うかもしれないけど、はいはい、そこまで極端に変わることはないから、うんうんうん、なんか文化とか環境って何なんだろうみたいな。そう、確かにそうですね。落ち着きがないっていうのも別にその基準どこだって話ですもんね。うん、こうその他の子たちが割と落ち着いてるに対して、うん、割と落ち着きがないから目立つみたいな。うん、それは確かに。で、元気があっていいねっていう見方でもいいかもしれないし、なんかそうなるとやっぱ最初困るか困らないかみたいなところに戻りますし、うん、もう一個は僕その困る困らないの 話をするときに誰がっていう話をよくするんです。はい、で、子供の場合は本人が困ってることはまあ半分ぐらいで、うん、あと半分は周りの大人とかが困ってるんですよね。それを良しとするかどうかみたいな、うんうん、良しとされるとこうなるわけですよ。うんうんうん、で、そう、あの、生きていく場所とかがあるんだったらいいんですけど、それがだから今の社会の中で確保できるかどうかっていうのは結構影響がでかいかなとは思いますし、なかなかその腹の座った親御さんとかじゃないと厳しいかもなっていうか、さっきのあぶり出される方向にどうしても行ってしまうというか、うんうん、社会生きづらいなって言ってた。いや、うちの一回こっち座ったのがいい。いや、おいでよ、おいでよ。いや、僕とかでまだクリエイティブだったりとか、ここの山一ハウスに来てる人たちって認められてるから、あの、救われてる部分もあると思うんですけど、その救われてない人たちとかってどういう判断基準でその病院に行った方がいいのか、なんかその逃げ場の作り方みたいなのって、なんかその例えば見てる人で悩んでる人がいたとして、その人になんか受けたアドバイスみたいなとかってあったりするんですよ。すごいじゃん。受診の基準はもうしんどかったらかなと思います。しんどいの、まあ、程度も、ね、判断が難しいんですけど、でも自分がすっごい辛いと思ったら一回行っていいと思うんですよ。で、行ってみてそこまでじゃなくねって言われたら、まあそうかなって思えばいいし、それに納得いかなかったら別のとこに行って、うんうんうん、そこまでじゃなくねって言われたけど、でも主観的には超辛いんですって言えばいいし、まあ、それがクリニックとか病院である必要はなくて、別にいわゆるカウンセリングみたいなところでもいいし、もっと言うと友達とかでいいと思うんですよ。俺最近めっちゃ辛くてマジでみたいな、うんうんうん、ちょっと夜めっちゃ目覚めるんやけどとかって言いながら喋ると、なんか自分の思ってることもちょっと整理できたりするし、まあ、デトックスにもなるし、実際そのこうなんだろう、僕のこう何のソースもない認識なんですけど、それこそこうなんか ADHD って言ってこう丸か×かというよりはこうなんだろう、傾向とその頻度のこうなんていうのグラデーション、グラデーションというか、だから本当にグラデーションが、例えばものすごく濃い人に比べたら俺は多分もう少しもしかしたらマシかもしれないしみたいな具合なのかなって思ってるんですけど、うん、その認識ですか。はい、そうですね、まあ、グラデーション、まあ、何事も程度問題なん で、うんうんうん、であとはただやっぱその程度がすごい、なんていうか高い、ひどいとめっちゃ困るかっていうと、うん、100% なんていうかリニアというか、はいはいはい、イコールではなくて、うん、すごい癖があるけど困ってない人もいれば、いやそうですよね、ちょっとしか癖がないけどまあまあ困ってる。いやそう、俺だからそれなんか結構思うのが、うん、まあ、俺はそれで言うとそのグラデーション、まあ言って分かんないんですけど、うん、でもまあ、幸いなことにそんな困ってないんですけど、うん、でもなんかこうなんだろう、こう特にこうその ADHD って言葉とか、まあ、ASD とかもそうですけど、そういう言葉がカジュアルになってきた反面、それをこう自分がそうなんですよねっていうのに対してのこうなんだろうな、こう反論というかこう向かい風が意外とあるなと思って、いや俺もそういうとこ別に全然あるし、そんな甘いこと言ってんじゃないよみたいなのってすごいあると思うんですけど、うん、でも結局だからそこってとか、もっとお前よりひどいやつがいるよみたいな、でもなんかそこって多分本当は比べることじゃないというか、別にそのここの度合いって別に例えばそう今言ってたみたいに多分こっちでも本当困ってない人とか、うん、でもこっちでこんぐらいのグラデーションでも別に困ってたら全然こうね、その困ってるのの対処法として、まあ例えばこう診断名をもらうっていうのがちょっと解決に近いなら、全然なんかこう言っても多分本当はいいですよねって思ったりするんですけど、とりあえず言うだけ言ったらいいと思うんですよね。うん、であとはその一人称と三人称のせめぎ合いの中で、うんうん、まあ、着地点が決まるというか、はいはいはい、
ていうことになると思うので、うん、最近はなんかとにかく正しく決めようとするというか、お前はこの程度だから困ってはならないとかいうふうになっていくんで、それはでも本人がしんどければしんどいでいいと思う。そうですよね、うん、その尺誰が決めるんやみたいな話ですもんね、全てにおいてそうだけど、うん、ただそうすると周りも周りでその主観というかその人たちの思ってることがあるんで、うんうん、そこはだからやっぱすり合わせというか、うんうんうん、そうは言ってもこの程度でだともうちょっとしてくれないと困るんだよねみたいなのは、うん、こっち側の意見としては僕もあっていいと思うんですよ、うんうんうん、それは別に攻撃ではなくて、いや、怒ります、実際の話ではあるんで、うんうん、でもそういやでもそれでもやっぱりっていうそこのなんか落としどころを詰めていくためのコミュニケーションが今すごいバサッと切られてる気がして、うんうん、確かに別にそこの最初の反論がまああったとしてももっとこう建設的に会話、うんとか時間をそこに割ければそれこそ今言ったみたいに、うん、あ本当にちょっと辛いんだみたいなところから寝れたりとかするけど、うんまあ、そこに関しては僕は分かんないけどなんとなく体感としては、うん、パッてそこで終わってるのかもしれないですね、うん、そうですね、進まないというか、うん、しつこく言われると話が深まって、そんなに困ってたん分からへんかったわみたいなんで相手の態度が変わるとかやっぱあると思うんですけど、うんうんうん、今はそれがコストって思われたりとか、うんまあ、煩わしいというか、うん、とかどうせ言っても分かってもらえないとか、うん、しつこく言われるとか、まあ、そういう感じの受け止め方にみんながねなっちゃうんで、うん、もうちょっとそこ深められるといいなとは思うんですけど、うん、なかなかね。前は何だった、うん、1分の1ぐらいしかできてないですけど、できないかもしれないですけど、なんか例えば自分が何かやらかしたときに、例えばさ、なんかこう、あ、俺はなんかそもそもやっぱこういうのができないからなんか仕方ないかって思う気持ちと、あと、いや、でも俺普通に怠惰だからこうなったなって、その両方あるなって思ってて、で、別に多分どっち今回の場合はこっちだとかこっちだって、うん、断言できないというか0100とかではないなっていう感じはするけど、なんかで僕の場合はなんかそうやってこう折り合いがついたというか、まあ総合的に、まあ、こういうやつなりに頑張ろうみたいな感じには落ちてるんですけど、努力できないこととかってあるじゃないですか。なんかそこの線引きってめっちゃむずいなと思って、めっちゃわかる。いや、それをなんか別に答えとかなくていいんですけど、うん、どういうふうに考えてるのかなって。僕はでもまあ苦手なことはしょうがないなって思って、それが別に障害じゃなくともって話ですね。障害というかまあそういう診断がなくとも、うん、なんかそれも結局グラデーションの話なんで、うん、その障害だからどっからここは障害って呼ぶかっていうのはあんまりそこは明確に言えないから。確かに確かに。でも苦手やし嫌いやからしゃあないやんみたいな、うん、でもこういう感じでだってしょうがないやん、もう無理無理みたいな。だって苦手なんやもん、得意なんやろやってよっていう、うん、その代わりこれやるからさみたいなのは自分の中にあるといいんですけど、うん、でもそれが多分さっきの好きと得意なんですよ。俺これはできるからごめん、あとはもうちょっと頼むわって言って、うん、絶対あなたがやった方が効率がいいみたいな、うん、とかストレスが少ないとか、うん、っていうのでいいかな。なんか、うん、でもあんまり開き直ると感じが悪いんで、1割ぐらいはごめんねっていう気持ちは持っとくないし、プレゼンテーションするのは大事だと思うんですけど、でも9割方はもうでもちょっとしゃあないよな、俺だって嫌いなことできひんもんみたいな、っていう。でも世の中いろんな人がいるから絶対自分の超絶苦手なことが大好きな人がいるんですよ、なぜか。そうなんですよね。その事務作業楽しいみたいな、うん、いやめっちゃはかどりますみたいな、いいですよ、ね、とか超助かるみたいな。自分が怠惰だけなのか、それとも本当に苦手って割り切った方がいいのか、うん、あそこの境界線って本当難しいですよね。いや、それはもう僕的にはそういうもんだと、うん、思ってるっすけどね。まあ、僕はもう結構そこはもうそんなになんか それで一喜一憂したりしないっていうか、一喜一憂っていうか、まあそのへこんだりしないです。うん、へこんだりしなくなったって感じだよね。でもめっちゃへこんでたけど、うん、昔は。怠惰もなんていうか得意不得意の中ですよね、一連の。だってなんか勤勉ってなんか性格というか気合で勤勉にはなれないし、うん、嫌いなものをコツコツやるって特殊能力だと思うんですよ、うん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 、って思うと怠惰なところも含めて、まあ、自分のなんていうか得意不得意の範疇だからって
思ったらいいと思うんですよ。だって好きなことみんな怠惰にはならないじゃないですか、うん、で怠惰になるっていうことは何か嫌な原因がきっとあるんで、うん、そういう諦め方というとあれですけど、でもいいんじゃないかなとは思うんですけど、どういう社会の変化がなんかそうさせてるんですかね。そのなんかお互い様が薄くなっちゃってるとか、大人の余裕がなくなってるとか、やっぱ経済成長が止まり、いろんなことの可視化が進み、でなんかやっぱ何でもその数値に換算できるようになっちゃったじゃないですか、うんうん、あれ僕すごい良くないなと思ってて、うん、なんかそうするとなんかその、うん、本来は価値って人によって違うじゃないですか。やっぱこの映像はうちには絶対必要だって思うと、うん、そこはまた数値化するなって言って何なんですけど、いやめっちゃわかります。 ここのチームだと100の価値があるけど、うん、でも世の中標準だと30ですみたいに言われちゃうと、うんうん、なんていうかその価値が分かんなくなるというか、うんうんうん、だからこう別に一応数値化は多分音楽ももちろんできるというか、うん、そのまあ簡単なところで言うと売り上げとか再生回数とか、うんまあ、YouTube もそうですけど、まあだからでもそことすごいいかに距離を取るかみたいなスタンスでやってるんですけど、こう、まあ、距離を取るっていうのは別に度外視するってわけじゃなくて、こう、まあ、そこでこうでも一喜一憂してたら本当に心が持たないから、こうというよりはこう自分にとって価値があるかどうかみたいな尺度で、でもこう それこそ可視化、まあ、その音楽に限らずというかいろんなことで可視化された時にやっぱりこう数字って、まあそれこそ通信簿もそうだけど、通信簿で出てこうガンって数字がこう出たらやっぱそれって残るじゃないですか、自分の中の記憶として。あ、じゃあ俺は数学苦手なんだみたいな、本当はなんか何かいろんな要因がそれこそ重なって、その時のそれがその数学の分野でもいろいろあるから、実はこっちはめっちゃ得意だったりみたいな。でもなんかだからこうそれ、まあ数字とか、まあ、数字もそうだけど、なんていうんですかね、こう自分で何かも事象に対してこう価値を自分で決めることってすごい大事なことだと思うんですけど、こう他人の評価じゃなくて自分でその価値を決めるみたいな、それがなんか確かにその数値化されていくものがどんどん増えていくことによって、こうそこにたどり着きにくくなってるのかなみたいな、なんか、まあ、ほんのり思ってても自分がすごいいいと思っててもまあまあじゃないって言われると、うん、まあまあなのかなみたいな感じになっていくから、うんうんうん、でもそれはやっぱ自分の価値観とか感覚とかをなんていうか確認することを今までずっとやってきてないんだと思うんですよね、うんうん、情報が、情報量がすごすぎて、うん、そうですね、それこそ音楽やってても思うけど、こう情報量少ない時の方が結果クリエイティブだったりすると思うんですよ、うん、こうなぜならこう分かんないから、こう分かんない中でこう新しいものが生まれたりとかするんですけど、でも今調べたら全部分かっちゃうからっていうのは、なんかこうその人々の中にあるいろんな価値観に絶対影響は絶対するっすよね。こうそうですよね、なんかいろんなもののこう判断がなんていうかこう感覚とか価値観とかじゃなくて情報処理になってるというか、これがこうでこうだからこうだろうみたいな、ソースはみたいな話になっちゃいますもんね。なんか自分はこう思うとかじゃなくなるっていう、もっとみんな主観的でいいと思うんですよね。そうですね、うん、どうしよう、ごめんなさい、本当にごめんなさい、言ってみ、そうっすねって、ソースの話した後にそうっすねくだんなくだんな失格だよお前さっきもコーヒーカウントやるしそうそうね、うんうん、そういうのの方が楽しいですね。子供ってその発達特性あるなしに関係なく、やっぱまずはあの大人から、周りの大人から、そしてその周りの社会から、うん、まあ、受容されて許されて、うん、なんていうかこう、あ、自分はいていいんだと思って育っていく感じになるので、うん、その特性があっても、まあ、あんたそういう子やからなっていうスタンスで見てもらえると、うんうんうん、どうにかはなると思うんですけど、うんうんうん、でもやっぱ周りの人がそれを今ね許してくれにくいというか、うん、大人はまあみんな心配して言ってるわけなので、うんうん、この子がこの集団で同じスピードで成長していけないんだろう、あ、なんて不憫みたいな、うんうんうん、なんで別に悪意があるわけじゃないんですけど、ただまあそれを不憫と見なすかどうかっていうそもそものものの見方とかはあるんですけど、そこをね、こうそこのレールから脱線した瞬間にこう戻れないみたいな雰囲気ありますもんね。ね、ツイッターとかで話題になってるスシロー系のスシローのあれとか、うん、まあいろいろあるじゃないですか、その類、うん、まあそれ自体は別に肯定はしないですけど、でも多分別になんだろう、全然そういうことは昔からもちろんあって、
ネットがこう普及したことによってこう、まあ、こうちょっとだからあれちょっと かわいそうだなっていうかこう、うん、もう今の時代でこうネットに上がったりとかしたらもう残っちゃうから、うん、もう失敗が許されないとか、うん、なんというかこう、まあ、子供にこと子供に関して言うとその子供のする行動となんというか扱うツールのレベルが合ってないというか、そうですね、うん、やっぱり全世界に向けて発信されてるっていうことを、うん、なんていうかどれぐらい恐ろしいことか分かった人しか本当は使っちゃいけないと思うんですけど、うんね、車とかはだからそこは制限してるじゃないですか、そうですね、危ないって分かって適切に使える人しか使っちゃダメとかいうのが、なんか危ないものがどんどん子供のところにも届くようになっちゃってるんで、そうですね、子供には少なくとも判断できないですからね、うん、でも大人が守らないといけないけど、なんていうか今ってなんか大人の社会に子供を放り込んでるような感じが僕はしてて、だから大人と同じ行動基準が求められる、さっきの話もそうですけど、そういうのやったらあかんよね、ネットに上げたらあかんよねって本当の意味で分かってないからやるわけで、それが分かってない子たちをそこに入れてその責任も背負わせるみたいなのがちょっと酷だなと思うんですよね。年以上東京にいて、で関西に帰ったらなんか病棟の看護師さんとか、 なんかお店のおばちゃんとかずっとしょうもないこと言っとんですよ。なんかなんなんやろって最初は思ってたんですけど、うん、地元民ながら、はいはい、慣れてくるとなんかあこれいいなというか味わいがあるというか、うん、楽しいなとか、それがなんか柔らかいコミュニケーションになってんなとか、はい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 、っていうのをなんかすごい思うことがあって、いやでも分かりますよ、なんか海外とか住んでた時とかもう基本めっちゃまず適当だし無駄が多いですよね。でも無駄って無駄じゃないですよね、絶対こう無駄をだから削ぎ落としすぎてくとこうね、ちょっときつくなってきますよね。きついっすよね。いや白米だけ食べて栄養失調になってるみたいな、うん、玄米にしてくださいって、あ洗練されすぎて、うん、いろんなものが入ってる方が良くないみたいな。確かに確かに。みんななんか個人主義か分かんないですけど、うん、なんかさっきの子供の数もそうなんですけど、たくさんいると一人ぐらいええかとかこの子はしょうがないとかなってたと思うんですけど、やっぱ親のエネルギーとか社会のエネルギーが少ない子供にみんなでギュッと向かうんで、なるほど、ね、よりちゃんとしたことを求めに行くというか、うん、っていう風な構造にはなってるよなっていうのと、うん、あとはなんかその個人間の権利のなんかせめぎ合いが強くなってるじゃないですか、うん、なんか迷惑かけたかけられたがお互い様ってみんなもう最近思えないというか、はいはいはい、私の権利を侵害してるんでそれやめてくださいみたいな、うん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 、風にするとなんかそのはみ出し合ったものがお互いちょっとずつこう、ね、譲り合って、うん、みたいにならないかなっていう、だからやっぱ若い子の話聞いてるととにかく気まずいと迷惑、自分が迷惑なんじゃないかっていう、うん、この2つが中高大学生ぐらいからめちゃくちゃ出てくるんですよ。でそれは人の権利とか何かを侵害してはならないっていう圧をめっちゃ感じながら今まで生きてきたんだろうなみたいな、うん、なんか今それ感じますね。いいことやってても、うちミスったらなんかもう、はい、ダメってされるみたいな空気感は。何ですか？ローリングストーンですか？このチームはそれはない。まあ、だから結局それをこう、ある程度許容してくれる近しい人たち、だから結局ね、そこの関係性っていうのが、ですよね。こう自分でもちろん思うことがまず大事だと思うんですけど。まあ、でもなんか俺逆に俺の体感はそれで自分で思い続けたら結局そういうのを許してくれる人たちが残ったっていう、うん、そうそうそうですよね、うん、感じはする。自分の心地よさを周りに言語化しなくてもいいんですけど、うん、まあ少なくとも行動としてこうプレゼンテーションしていくと確かにって思う人だけが残るみたいな、うん、そうですよね、うん、になるから、それはそれで、ね、居場所としてはいいですよね、うんうん、この家ってもともとあの翔太俺と俺の弟が住んでて、で、あのまあ、僕が転がり込むような形で住むんで、翔太がまあ出てったりとか、で、なんならそのマネージャー順平もここに住んでた時期もあったりとか、まあ、人が入れ替わり立ち替わり、そう、入れ替わり立ち替わりで、これは自分の発見として、なんか自分がこう自由でなおかつ自由な場所って思ってここにいるだけで、人って集まってくるんだなって。家もまるまるそういう精神でいると、まあ人が来るんだみたいな、なかなかないと思うけどね、この家の感じは。そんな選択肢が、まあ、あるかは人によってもちろん、なんか状況によっても違うと思うんですけど、ただ存在、その選択肢が実は存在するっていうのを知って
ってるかどうかってすげえ大きいと思って、でそこにいざ行けるかとか置いといても、うん、あると分かる、うん、可能性があると信じられるみたいな、うん、なんかね、いろんなところで俺別になんかそういう意味でめちゃ逃げまくってたんで嫌なことから、でもなんかこう本当にそれでこうなんていうの、もうやめようみたいな、こうできるのやめようみたいになっちゃうぐらいならこう本当に逃げまくってほしいなってよく思うんですけど、ただ逃げるにも本当にそうなってる人とかって多分逃げ場が多分ないと思ってるからそうなってるというか、もう見せてもらえないですよね子供が、その逃げ回ってぐちゃぐちゃになってるけど楽しく酒飲んでるおっさんとか豪快な生き方もあるよねって誰も大人思ってないですからね、はいはいはい、あ確かにリスク背負ってみたいなとかをまずそうですね実践してる人がそんなにいないのかもしれないです。なんか社会からはみ出した大人がボコボコにされるのを大人も子供も見てるから、はみ出したらあかんのや、あんな風になる、だからここの範囲にいて、はい教室にいようねみたいな話、だから変な大人がみんな許されながら楽しく生きてるのを見てもらったらいいと思うんですよね、いろんな人に。そうですね、セキュララセッションプレゼントッドバイローリングストーンジャパンボリューム4、今回のゲストは三木隆博さんでした、次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。